誠に申し訳ございませんでした。懲戒処分を受けたのは、佐世保市内の中学校に勤務する52歳の男性教諭です。県教育委員会によりますと、男性教諭は去年8月、当時顧問を務めていた部活の生徒2人に対し、引き殺されてこいと発言し、去年9月にはこのうちの1人に対し、 首を絞めて殺すぞと発言したということですまた学校の調査ではおととし11月頃から去年9月にかけて7人の生徒に対しても授業中に生徒の容姿などを動物に例えるなど不適切な発言を複数回行っていたことも分かったということです生徒の1人は男性教諭からの発言を一員として転校しています男性教諭は 冗談が過ぎて馴れ合い的になったと話していて、9人の生徒とその保護者に対し直接謝罪したということです。県は教育に対する信頼を著しく失墜させたとして、今日付けで男性教諭を言及1ヶ月の懲戒処分としました。